南吉美は、大日本帝国海軍軍人。戦士認定で退位。第二の柏村として知られた、戦闘機操縦員で、15機を撃墜した、公式記録を持つエースパイロットである。1915年12月15日に、香川県綾歌軍で生まれる。1933年に、呉の海兵団へ入団すると、航空兵に転じて1935年8月に、 霞ヶ浦海軍航空隊へ入隊、同年11月に第30期操縦練習生課程を卒業し、戦闘機操縦員となった。再起航空隊、大村航空隊で勤務と訓練を続けた後、1937年の日課受編開始と同時に第13航空隊へ転じて、上海に進出、同年9月20日の第3次南京空襲で実戦デビューを果たした。 1938年5月31日の観光攻撃における空中戦では、吉富中隊9機の1機として参加1機を撃墜後、12機の敵機に囲まれて燃料タンクに被弾、弾丸も尽きたために12機中の1機に体当たりして2機目の撃墜を果たした。自身の搭乗機は左翼を破損したものの巧みな操縦で様子降下班に不時 搭乗機を焼却中に味方小海艇によって発見されたことで無事に生還することができた。この一連の行動に対し、大日本帝国海軍から特別全交渉が送られた。南はその後も出撃し、同年9月の本土機関までに撃墜球機を記録する。本土機関後は古巣である再大村両航空隊や航空母艦、飛竜、随宝での乗船勤務を経て、 1941年10月に昇格に移動となり、新自安攻撃、インド洋作戦、産後海海戦に参加、1942年6月には大村航空隊教員として本土に帰還する。1944年2月に第601航空隊に配属され、航空母艦、大砲に乗艦すると、マリアナ沖海戦では第一次攻撃隊制空隊員として、 出撃、空中戦の後に帰還したが、乗船していた、大砲は沈没。この時に、自身も負傷している。二回目の本土帰還後は、第653航空隊に転じ、今度は、航空母艦、千代田に乗り組んで、冷手沖海戦に参加。同年10月24日25日には、母艦上空直江に従事し、敵機四機を撃墜後に着水、軽巡洋艦、大淀に救助された。 その後は、第201航空隊に配属され、同年11月25日に、神風特別攻撃隊、笠木隊直演機として出撃し、未機関となった。任務中に、敵戦闘機と交戦、あるいは、対空砲火によって撃墜されて戦死したものと思われる。直演任務での戦死であったが、特攻戦死認定となり2階級特進、海軍隊員となった。 ありがとうございます。